こがね、いい感じ。赤レンガ倉庫ここにありました。無人ですね、ここも。あ、これがさっきのレストラン。お、ここ色が青、今までとなんていうのをやってますね。赤レンガの方、外回ってみますか。赤レンガ倉庫というとこう札幌とか小樽の街並み思い出しますが、この一体中はどういう風になっているのかなと。多分倉庫はこの細い坂道が公園の裏通りになりますね。三平坂、そう、名主の滝公園の北側に沿って大地へ登る坂、8メートルの自然の滝があるということで、名主の滝公園は9時から4時半までですね、毎日。では目的の滝方面へ。この公園は何ですか、江戸年間。さっきのまさに坂のところですよ。結構だから上が本当に8メーターぐらいありますね。あそこから流れてるわけ。上にどこに川があったかはちょっと見忘れましたけど、自然のという滝があるんですか。行ってみましょう。お、さっきのがこれですから、ずっと歩いて、あ、左の方に行くと、え、この滝は小さい、葉っぱに埋もれて見えないけど、水量が少ないですね。あ、でも落差はやっぱり8メーターぐらいあります。先ほどのが女滝でしたね。ここはそこの公園の隣が王子稲荷神社。あ、幼稚園は裏側で、神社の参道を登っていきましょう。あそこからですか。本殿。そうですか、鈴は真下。次へ行きます。